ブラックピンクが19日、アメリカの人気トークショーであるジミー・キンメルライブに出演し、シャットダウンで初のライブステージを披露しました。初となるステージでしたが、非常に強烈な姿を見せ、歌の途中でもその歓声はやむことがありませんでした。再生数は900万回を超えるほどで、最近のジミー・キンメルライブで最も高い再生数を記録したということです。海外ファンたちのコメントを翻訳して見てみても、ブラックピンクの人気がどれほどのものなのかを実感することができます。ロゼとリサのダンスの実力が輝いていて、ジスのボーカル、ジェニのラップがすごくいい。ブラックピンクに期待していたような曲ではなかったんだけど、聴けば聴くほどハマってしまう。彼女たちは確実に K-POP を掌握した。ロゼの存在感が素晴らしい。ロゼの強くて共鳴する明るい歌声、彼女はいつでも曲のハイライト部分を表現し伝えてくれる、などの反応がありました。ブラックピンクはシャープなバイオリンの演奏に、ブラックピンクインユアエリアというシグニチャーサウンドを響かせながら、致命的な雰囲気の中登場し、観客に衝撃を与えました。今回の曲にあまり期待していなかったという視聴者たちも、ブラックピンクのステージを見てハマってしまったと声を上げました。ブラックピンクは現在アメリカで様々なスケジュールをこなしています。名実ともに K-POP のトップグループといえますが、ブラックピンクのセカンドフルアルバム「Born Pink」は iTunes アルバムチャートでアメリカとイギリスを含む55カ国、Apple Music アルバムチャートの66カ国で1位を記録しました。SPOTIFY デイリートップソンググローバルチャートでも3日連続トップを維持し、ブラックピンクの人気の高さを見せてくれています。